この前コメントでスター選手だけのチームみたいなコメントがあったので、今回はそのアイデアを使っていくぞ。具体的には何をするんだ。初期状態スターの選手をすべて2019COに集めたらさすがに優勝できるかという検証だ。さすがに全員集めたら優勝できそうだが。いつかの使用上、チーム所属の選手数を増減させることはできないので、ポジションが被っている選手を1軍の上から順に入れ替え、あと、2019のスター選手については、二人いるのもおかしな話なので元球団にいたスター選手は強制引退の刑に、柳とか秋葉とかすごく戦力ダウンになるな。まさに、俺が考えた最強のチームみたいな感じになるが、ここで新たに入るスター選手を紹介していこう。まずは投手から。マックス161キロ、キレイスの奪三振特化鶴ヶ投手。能力は少し微妙だが伸びしろたっぷり川上投手。微妙と言っても手島投手より何枚も上だが、制球安定の陽気投手、流星のごとく現れた、マックス164キロの怪物投手である田中投手。B って何それ美味しいの？A と S のみで固められた鈴木海投手。あまりにも豪華すぎる先発陣。スター選手最高齢、ベテランの内海選手、何かとオペナで成績残す山本選手。あとはセンターのスター3人組、佐山、柳、秋葉だ。3人ともポジションかぶりなのが惜しいところだな。そんなオールスターチームのオーダーはこのような感じとなる。小峰7番、秋葉がスタメン落ちとは壮絶だな。さて、そんな新生 2019CO は優勝することができたのだろうか。結果、ぶっちぎりで優勝することができた。リーグ100勝にチーム打率、防御率どれをとっても申し分ないチーム成績だったな。野手陣はスター選手が皆約3割の成績を残す。秋葉も規定には乗らなかったが、3割7分2厘となかなかにヤバい成績を叩き出している。投手も防御率上位3人をスター選手が独占。他の2投手も16勝、17勝と着実に勝ち星を積み重ねることができたな。そんな CO は当然、日本一にも輝いた。ということで、本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。